クリックプレイは、普通、クリッカーティームが開発した、2D ゲーム開発ソフトである。日本では富士通、富士通パレックスがローカライズし販売した。プログラミング言語を一切使用せず、ほぼ全ての作業を GUI を使った直感的な、マウス操作のみで行う。後継ソフトには、クリッククリエイト、マルチメディアフュージョンに、クリッカーティームフュージョン2.5等がある。 クリックプレイではゲーム作成の各過程を以下のエディタに分けている。フレームの一覧を表示し、追加や削除、設定を行う。フレームとはゲームの各場面を分割したもので、ピクチャーフレーム、アニメーションフレーム、レベルフレームからなる。ゲームのコアであるレベルフレームの編集を行う。ここではオブジェクトを作成し、画面上に配置。 また動作パターンの設定などを行う。ゲームを実際に進めながら、発生したイベントに対するアクションを設定していく。どんなイベントがあるか知らなくても良い初心者向けの機能だが、あまり高度な設定はできない。イベントに対するアクションを設定する。ステップスルーエディターよりも高度な設定が可能。クリックプレイフォースクールズは、 公式サイト上で配布されていたクリックプレイのフリーソフト版。2012年現在、公式サイト上での配布は終了している。再配布は許可されているため、インターネットアーカイブや有志のサイトなどからダウンロード可能である。ありがとうございます。